近鉄との日本シリーズ3連敗からの4連勝だったわけですけれども特に印象残ってることってあったりされますか帰りのバスの中で多分ビール飲んだの覚えてます缶、はい、ビールが回って,きてみんなでビールがけする前に <laughs> まず飲めとはいもうそんな雰囲気でした帰りのバスがはいもうそんな感じでわーわー騒ぎながら 飲んでた印象がありますね。あの、まあ、もう河合さんたくさん優勝されてきてますけど、うん、確実にこれ。忘れないな優勝ですよね。ここの三連,敗から4連勝。そうですよね。そう、もう本当に勝ったとか。本当に興奮すごくないですか。まあ、それもやっぱり自分が。まあ。初めてレギュラーとして出た年の三連敗からの四連勝でしたし。はい、で、まあ、その、もちろん、その。ホテルに帰って。 ビールかけやってね、はいえー、その夜は確か中畑さんとどっか行ったような気がしますね、うんえー、中畑さんでも最後の試合じゃないですか、はい、それ結構人数で行った感じなんですか中さん、うん、なんか数人でどっか近くへ行ったと思いますねでその時、まあ、そ,のその日本シリーズで勝った後の銀座のパレードがすごかったです、うん、そうですか まあ、僕初めての日本一だったので人がすごかったですあの東京駅の裏 <laughs> 八重洲口の辺をオープンカーであの当時ってまだオープンカーだったんですよ、はい、動かなくなりましたからあ人がなだ、まあ、れ込んできて <laughs> 動けなくなったんですよでも,もうもみくちゃですよ。<laughs> いや いやすごかったです80年代はちょっとまだ日本中、むちゃくちゃやってますもんね、いやすごかったですよチンプレーこぼれる球場降りてるような人もい,い,ましたいる時代じゃないですか。はいはい、えでも、どうですか、初めてのレギュラーになっての優勝でそのパレード、どんなお気持ちにならないかいやこんなすごいことがあるんだという、<laughs> そうですよね、はい、普通の人間だって経験しないことなんですけ、ね、いやあれはちょっとびっくりしましたね。 忘れられない、ね、はい、もうあの襲撃されてるような雰囲気ありましたけど、<laughs> でもやっぱりそのファンの人がもうあのありがとうありがとうって言って、うん、でこう手をみんな差し伸べてくるわけですよ。うん、はい。でこれはもう嬉しかったです、ね。嬉しかったですか。はい。そしてまた絶対優勝したいなっていういや。ややっぱりそそまた頑張ろうっていう気になりましたね。なりますよね。うん、それはまああとあの当時って結局、うん、野球がもっとまた 主役じゃないですかもうずっと地上波でああそうですねもう逆に野球スポーツっていったらもう野球で、うん、はいそんな雰囲気ありましたから、ね、テレビの中でも、まあはい、まあ巨人戦が地上波で毎日やってる時代ですも、ねうんねしかも勝ち方がすごかったですもんね、うん、そうなんですだからまあファンの皆さんもやっぱり喜び方が半端じゃなかったし、はい、まあもちろんパレードの時もすごかったんですけどもうねあのー、駅に あの新大阪から、はい、新大阪の駅もすごかったけど、はい、新幹線が東京駅に着い,いた時の東京駅のファンもすごかったですもうそこからすごかったですからもうもみくちゃです <laughs> 本当に。 嬉しいもみくちゃですけども大変すぎよいやああいうのってすみません本当僕ちょっと存じ,あの存じ上げないんですけど、うん、東京駅からはそれどう一旦球団がバスかなんかだったんですかバスで多分球団事務所に行ったと思います、はい、1回、はい、であの球団事務所っいうか読売新聞社に行ったと思うんですよね、はい、でそこでまあ報告をして、うん、でそれで多分その後パレードっていう形だったと思うんですよね、うん ででもそれで優勝をされて、うん、翌年、まあ、藤田監督2年目じゃないですか、はい、こう日本一になったチームの指導というか藤田監督こういうふうな思いでなんかされてたんじゃないかないやでも藤田さんは全然変わらなかったですねまあ4年間一緒にやらせていただいたんですけど方向性っていうかそれが全然変わらなかったです、はい、僕はそういうイメージがありますね。 あのー、これ、オープン戦だったと思うんですけど、はい、一番印象に残っているのはその雨で中止になったんですよ、宇都宮の、ね、清原球場だったと思うんですよね、はいあのー、それでもなんかこう、練習するぞっていうふうになって、雨の中、土砂降りですよ、うんはいで、みんなバッティングしたり、はい、普通、外のグラウンドでやってるんですか ドャ降りの雨それを藤田さんがもう仁王立ちであのバッティングゲージの後ろで仁王立ちでずーっと一緒にずぶぬれになって見られてたんですよ。はい、そしたらまあもちろん選手もずぶぬれコーチ陣もずぶぬれ、うんはい、監督もずぶぬれでしょ。はい、やっぱりその姿を見た時に、まあ 僕自身はやっぱりこう指導者っていう人はやっぱこう選手とね同じところにいて雨が降ってもこういう姿でやっぱり選手を見なきゃいけないんだなっていうのはすごくそれは感じました。3月だったらまだ寒いですね。あの姿が僕一番印象に残ってましたね。はい でもこう藤田監督はこうそんなにこう見守るという形じゃないですか。うんはい、それでもチーム内ではやっぱこう、はい、選手にこうちゃんと指導激厳しく厳しい意見を言う方とかっていらっしゃらなかったんですか。はいはい、いやこれはもうあの今度秋さんです。今度秋人さん。はい。今度秋人ヘッドコーチ。ヘッドコーチ。はい。でさそ,その当時三塁コーチャーでしたからね。あはい。はい。まあ毎日試合終わった後ミーティングですから。 勝っても負けてもその日を振り返っていいことを褒めてくれたっていうイメージってあんまりないんですけど <laughs>、まあ、こういうことはちゃんとしやってもらわなきゃ困るみたいな例えば今日4番が打てなかったから、はい、打てなかったから負けた、はい、終わりみたいなさ <laughs> <laughs> しいねいやもう本当そうです もうあの誰にでもうん、うん、そこはその主力の人だからレギュラーの人だから若手だからっていうそういうのはなかったです。はい会社も結構も何か言われたこととはあると思いますね、はいはい、何かしら,かしらまあバントがたまには失敗したりとかしますし、はい、まあそういうことがあったら多分言われたと思いますし。うんうん、でも まあ後を引かないっていうところがあったので、はい、その時はその時で試合終わった後にまに、あ、反省会をして厳しいこと言われても、はい、まあ次の日はまた新たにっていう感じだったのでやはりそういう見守る藤田監督みたいにとこう見守るか、うん、方にはやっぱり厳しい方一人はやっぱいないとなかなか勝<や>てるというのは、はい、難しい部分はありますよね。そうです、ね、ですすねから、えー、まあ ピッチ野手も,も一緒になって近藤秋さんがそうやってミーティングで言われてましたし、はいでまあ、ピッチングコーチの方は中村実さんがおられて、はい、あのそれなりに支持はされてましたし、はいはい、だから、藤田さんはめったにその声を荒げたりそういうことはなかったと思うんですけど、はい、あのじゃあやっぱりピッチャー出身の監督じゃないですかこう当時特にあの頃って斎、はい、藤正樹さんも大ブレイクの年ですよね。 サモンマというか投手陣になんかこう声かけてるというか、だ、うん、から関係地ってそ感じだったんですよ。あのー、そこはやっぱり投手出身の監督さんなんで、はい、投手にはいい意味で厳しかったと思いますよ。あ,あ、そうなんですか。厳しいべで見てたと思います。はい、はい。だから例えば、はい大体ピッチャーがいい時って野手ってあんまり取れないケースが多いじゃないですか。うん、かかすピッチャーも良くて、結構多いっすよね。はい、ピッチャーも良くて野手も。 ガンガン打つって言ってあんまりチームでそういうことってあんまりないじゃないですかだからあの当時もちょっとそういう傾向ってあったんですよ。うんうん、ピッッチャーー抑えるけどバッターが意外に点取れないとかっていう形だったのでまあそのピッチャー陣が「いや俺たち抑えてんのに」とかねえ、うん、で,でそういうふちょっとこう。 あんまりはっきりは言わないけど、うん、そういう不満が出がちじゃないですか。うん、多分どのチームだよ。うんはい、でもそういうことを言ってる。と藤田さんはそういうことに対して厳しかった。その辺は厳しいです、ね。厳しかったです。なるほど。はい。やっぱピッチャー出身の監督ならではですね。はい、そうですね。でこうどっか河合さんその原監督の代理で監督された時代ってあるじゃないですか。うんはい、多分あの時ってまあいろんな監督のミックスだと思うんですけども、はいうん、どっかでやっぱり藤田さんイズムっていうのもこう。 そうですねまああの時はあのー、本当に代行でしたので、うんはい、やっぱりその他にいるやっぱり各担当のコーチに話を聞く、はい、聞いてまあその時は最終決断はやっぱりその時の自分がしなきゃいけなかったのでしましたけど、はいあのー、やっぱり担当コーチにきちっと話を意見を聞くやっぱそれで自分が決める。 最終決断は今日に関しては自分がやらなきゃいけないと思ってたので,、はい、でそういうふうにしてましたのでだからその何でもかんでも自分でやるっていうよりもうんやっぱりそれぞれの担当コーチを信頼して話を聞いて、はい、で自分が最後決めればいいんだ、はい、腹くくればいいんだっていうふうに思ってたのでだからまあそういうその我慢というかね、はい、でそういうふうには自分の中で考えてました。うん 藤田監督から教わったことで印象深かったこととか教えていただいてもよろしいですかあの僕の場合はその攻撃のサインでこうしなきゃ2番バッターっていうのはこういうふうにしなきゃいけないんだよっていうことを、はい、試合の中の中サインでいいいろろ教えてただから待てが多かったですし<ー>藤田さんの時には。 先頭バッターの初球とか打っちゃいけなかったですしあとはコーチャーのサイン見るじゃないですかワンボールツーボールとかってこう見たらが多かったですよ多分僕に対して僕が2番だったので一番待てが多かったと思いますだけど2番っていうのはこういうふうにしなきゃいけないんだよっていうことをサインの中でいろいろ教えていただいてここは番と。 でバントをやりながらカウントがボールボールになってあのバッティングカウントとかになってきたらバッターエンドランとか、うんうん、やっぱりこういうのをサインで教えてもらいました<ー>こ言葉ではなくてサインで、はい、それでだんだん覚えていったんですね二番川井さんの基礎というか礎をサインを通してはいサインを通してこの場面はお前はこういうふうにやらなきゃいけないんだっていうことを 教えてもらった気がしますね。自動車っていろんな伝え方があるんですね。そうですね。だから僕、まあ唯一藤田さんに試合中に一回だけ怒られたことあったんですよ。はい、怒鳴られたことが。怒鳴られた。はい。これは本当にあの試合の終盤で、えー、っとなんかずっと一点差ぐらいで行ってて、試合の後半に八回ぐらいか九回ぐらいに表の攻撃で。 2 3点取られれたたんんですよ、はい、で、でで、すすよよリードさ僕次のイニングの先頭バッターだったんですね、うん、でこれ点差開いたから絶対初球ど真ん中のストレートくるなと思って、はい、打ったんですよ、はい、なんでか知らないですけど、うん、まあ理由だから絶対ストレートくると思って、うんね、打ったんですよそしたらショートゴロで凡退してベンチ帰ってきたら「何を考えとんじゃかわいい!」って言われて、はい。 お前がここで先頭バッターで初球打ってボン出したらダメなんだって言われて役割を考えろってベンチで怒鳴られたんですでもそれ唯一一回だけだったんですねその言葉は以後の河合さんにとってもすごく残る言葉ですそうです要はその点差もちょっと開いて先頭バッターの初球絶対ストレートど真ん中投げてくる要は 自分のことしか考えてないわけです。うん、来るからそれヒット打ちゃいいだろう、はい、っていう、はい、自分のことしか考えてない、うん、じゃなくて、まあ、あのそ,その当時の2番バッターの河合は、はい、こういう場面でもやっぱりなんとか次へ類へ出て、うん、次のバッターにつなげていってチャンスを広げていく諦めちゃダメなんだっていうねチーム全体のことを考えてやりなさいっていうそういうことだったと思いますね。 はい、ありがとうございます。もうなかなかねこう。藤田監督のお話をお伺いする機会もすごく減ってきてたりするので、はいでね、また今の方にもなんか知らなかった。お話を伺って良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。